ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。Eye of Providence, or the all-seeing eye of God, is a symbol showing an eye often surrounded by rays of light or a glory, and usually enclosed by a triangle. It represents the eye of God watching over humanity, or divine providence. Pablo Picasso painted in his Mural Guernica.The Eye of Providence, or the Eye of Illuminati. パブロ・ピカソは自分の代表作であるゲルニカの絵の中に、摂理の目、イルミナティの目、すべてを見渡す目を描いていました。目と14本の光線に注意してください。広志林、浜松シティ、ジャパン。
Today's story is about the genealogy of gods. Who are they and where do they come from? Very often, the smallest fact would lead us to solve the biggest mystery to get us out of the labyrinth of ancient history. Here is one example, that is to say that it is an eye. You see a symbolic eye of Ra, the supreme god in Egyptian mythology, together with an eye printed in the reverse side of $1 note of USA currency. In both cases, it is one eye and it is a right eye of God. Why is it only one right eye? Is it a symbol of God? Or is it the eye of the same God? Here is my answer to this mystery. 時として小さなヒントが大きな謎を解く鍵となることがあります。その一つの例を今日は皆さんにご覧いただきます。テーマは神々の系図。つまり神々というのは誰のことなのか、その神々はどこから来たのか。きっかけはイタリア在住の友人からのコメントでした。ローマ在住の研究家のニコ・ゲラルディさんという方です。彼はこう書いてきました。エジプトの最高神ラーのシンボルは右目であると。で、私は調べてみました。確かに右目です。続いて彼はイルミナティで使っている目は左目である、つまり盲目の方の目である。その友人が言わんとしていたことは、盲目の目の方、つまり左目を使っているフリーメイソンやイルミナティは間違っているということでした。が、調べてみると、フリーメイソンやイルミナティの方では左目を使うこともありますが、多くは右目でした。少し分かりにくい例としては、アメリカの1ドル札の裏に書かれている目です。私はそれが右目なのか左目なのか当初大変迷いました。で、目頭と目尻が微妙に異なっていることから、1ドル札の裏に表現されている目は右目であると判断しました。が、なぜ右目なのか左目であってはいけないのか。友人の説明によれば、左目は盲目の目であるというのです。で、このことで真っ先に結びついたのがアンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるあのイエスの洗礼の絵です。その絵の中ではイエスと言われる人物の上に1羽の鳥が描かれています。その鳥には片目しかなく、他方の左目は表現されていません。つまり片方はブラインド、盲目ということになります。なぜベロッキオとダ・ヴィンチはこんな鳥を描いたのでしょうか。そしてどうしてそのコンセプトがラーの目と一致しているのでしょうか。簡単に言えば、エジプトの最高神であるラーも片目であった。ベロッキオとダ・ヴィンチが描いた鳥も片目であった。片目は神のシンボルであった。仮に100歩譲っても片目だけというのは奇妙ですね。ラーの目も片目、フリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークも片目、そしてベロキオとダ・ヴィンチの描いた鳥も片目、しかもそれも右目だけ。これはただ単なる偶然なのでしょうか。というようなことは考えられません。偶然とはとても言えません。そこでさらに調べてみると、私たちがダ・ヴィンチと呼んでいるその人物も実は片目であったことが分かりました。もっと正確には
1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストも固めであったということです。それについてはもう少し後で説明しますが、となると私たちが神と呼んでいるその人は固めであったということになります。少なくともエジプトのラーもイエス・キリストも固めであった。さらにゼカリア・シッチンの説に従えば、ラーイコールマルドックですから、マルドックも固めであったということになります。さらにさらに言えば、ラーつまりマルドックが固めなら、アフラーマズダ、アラーフも固めであったということになってしまいます。わかりやすく言えば、神々の世界がその固めでつながってしまうということです。もっともここで固めといっても、身体的な特徴の一つとして固めであったというよりも、何かもっと別の意味で固めであったということになるのかもしれません。右目は例えば賢者の目、左目は愚者の目と、がそれはともかくも、そこにある事実は事実、そこにある事実だけを確認しながら、この動画の中ではその固めについて考えてみますが、その固めには何やら重要な意味が隠されていることだけは確かなようです。で、今日の動画をご覧いただけますが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの書いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に書かれている鳥には固めしかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは、現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか、が私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると、偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林博氏は考えます。さらに言えば、こうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林博氏は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそが、あの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、つまりは物的証拠、物的証拠ということになります。順にそれをこの動画の中で説明していきます。広志林浜松マスリージャパン。もう一度画面を見ながら説明します。ギリシャ彫刻のプロメテウス像です。私が知る限りプロメテウス像は2体しかありません。そのうちの1体ですけども、足に鎖が巻かれている点に注意してください。プロメテウスは神の意思に反して人間を改造しました。その罪に問われて、プロメテウスは足に鎖を巻かれ野に放たれます。プロメテウスは毎日鳥に体をついばまれるという刑を受けます。その様子を表したのがこの像ということになります。言うまでもなく、プロメテウスというのは延期、エアを表しています。プロメテウスは人間側から見れば、人間に知恵と、そして自由を与えてくれた英雄ということになります。そのプロメテウスを象徴的に表現したのが
ハドソン湾に立つ自由の像ということになります。自由の像はプロメテウスを題材に、その息子のディオニソウスのギリシャ彫刻を元にして作られたものと私林博士は判断しています。自由の像の足元に注意してください。自由の像の足にはこのように鎖が巻かれています。その理由は皆さんもうお分かりですね。そのプロメテウスの息子、つまり延期エアーの息子がマルドゥックということになります。これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、頂点にイナンナ・イシュターが立ち、その下に延期エアーがいます。3段目に左マルドゥックが位置します。同じ図柄で描かれている点に注意してください。上が延期エアー、すなわちプロメテウス、下がマルドゥック、すなわちミトラ・アポロということになります。なおミトライコールアポロ説については別のところで証明しました。延期エアーからマルドゥックには正当に王位が継承されたと言われていますが、どうもそうではないようです。左のミトラ像をご覧ください。この像の中ではミトラがお牛にまたがり、お牛の首に短剣を突き刺しています。短剣です。このギリシャ彫刻を見る限り、ミトラは延期エアーを倒して王座に就いたということになります。ギリシャ彫刻というのはそれまでの神々の歴史を彫刻という形で表した、言うなれば 3D の立体歴史書ということになります。 by 林博士説です。それはともかくも、お牛は延期エアをシンボリックに表現する象徴的な動物ということになります。そしてそのお牛をミトラが短剣で突き刺している、ミトライコールマルドゥック説 by 林博士です。ここでミトラ像と、そして先に紹介しましたプロメテウス像を並べてみると大変興味深いことがわかります。左下はオリオン座です。私林博士はプロメテウス像はオリオン座の配置に真似て作られた像であると判断しています。左下がオリオン座です。上下を比べてみてください。プロメテウスの像とそしてオリオン座の並び方がよく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりオリオン座の星の並び方を真似てプロメテウス像が作られたというわけです。同じようにその隣のお牛座を見てみます。右下がお牛座です。角度を変えてみます。同じようにミトラ像とお牛座の星の並び方を比べてみてください。お牛座の星の並び方とミトラのポーズが同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりミトラ像はお牛座の星の並び方を真似て作られた像ということになります。そして今も言いましたようにオリオン座とお牛座は隣り合わせに並んでいます。左下がオリオン座です。右上がお牛座です。なお
オリオン座とおうし座の関係はゾーディアク、つまり十二球図の上でも説明ができます。この十二球図を見てください。この図の11時から12時の位置のところにオリオン座、12時から1時のところにおうし座が位置します。つまりオリオン座の次におうし座と並んでいるわけです。つまり十二球図の上においてもですね、オリオン座の次がおうし座、言い換えるとプロメテウスの次がミトラということになります。延期エアイコールプロメテウス、そしてマルドゥクイコールミトラということになります。そのマルドゥクはペルシャの主神でした。マルドゥクイコールラーということになります。 by ゼカリア・シチンです。ラーというのは神一般を意味します。そのラーがアフラーマズダ、最も賢い神となります。アフラー、神ですね。そしてアラーフ、つまり最も偉大な神、アラーフアクバルとなるわけです。みなラーという音がある点に注意してください。つまりマルドゥクこそがペルシャの神であったということになります。ラー、アフラー、そしてアラーフです。そのラーはエジプトの最高神ということになります。左下はラーの右目と言われています。そしてそのコンセプトは現在のアメリカへと引き継がれています。右下は1ドル札の裏に刷り込まれている、まさしく神の目ということになります。フリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのシンボルマークともなっています。このマークもイルミナティ、もしくはフリーメイソンのシンボルマークとしても使われています。ラーの目と、そしてイルミナティの目を比較してみてください。右目か左目か、ここが一つのポイントとなりますが、ともに右目である点に注意してください。左がイルミナティのシンボルマーク、そしてこんな絵も描かれていました。右は鳥の絵ですけども、向かって左側、右目はありますが左目は描かれていません。そしてその鳥を中心に光線が四方に伸びています。同じコンセプトです。この絵はベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。つまりこの時点でベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチは、私が今説明したようなことをすでに500年前にルネサンスの時代に知っていたということになります。言い換えると左の目はイエス・キリスト自身の目ということにもなりますが、同時にマルドゥクの目、ラーの目ということにもなります。となるとベロキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはなぜこんな絵を描いたかということになります。その謎を解く鍵は、実はダ・ヴィンチ自身の自画像の中にありました。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像とされています。この絵を注意深く見てください。この自画像の向かって右側、つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の左目に注意してください。暗くてよく見えませんが、拡大し明るくしてみますと、まあ普通でない目が見えてきます。向かって左側の右目には問題はないようですけども、向かって
右側の左目は普通ではないようです。つまりこの目ではものを見ることができなかったものと私林浩司は判断しています。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像に表現されている人物の右目はともかくも左目はまあ普通ではなかった、つまり半分盲目であったと考えられます。そのコンセプトがベロキオとダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥へとつながっていきます。この鳥もやはり向かって右側の左目が何やら普通でないように見えます。そしてそれがフリーメイソンのあるいはイルミナティのシンボルマークへとつながり、そしてラー、つまりマルドックの目へとつながっていきます。結論ということになりますが、これら4社の目はまさしく神の目ということになります。言い換えるとルネサンスの時代に現れたあのレオナルド・ダ・ヴィンチは人間ではなくまさしく神であったということになります。もう一度最初に話した部分を繰り返します。今動画をご覧いただきましたが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか、が私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林浩司は考えます。さらに言えばこうした事実、つまり片目の神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林浩司は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそがあの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、これが物的証拠ということになります。以上です。 Bye for now。Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. Is the right one eye the true eye of Horus, not the left one that is blind? The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix? あなたはホルスの目の意味について
エジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり、左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目で、オシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば、目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると、彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由で、ホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目は、いくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され、別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるように、カルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、浜祭り、ジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだ、そんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。
フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね。向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ、ダヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に一羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く
関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion,Guernica was exhibited at the Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお、闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、
馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林浩司方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注意してください。トーチです。ランプで表してありますけれども、トーチを模したものと私林浩司は判断しました。右が自由の像のトーチですね。中央がそれを拡大したものです。比較してみてください。こうしてパブロ・ピカソは自分自身の立場を明確にしたということになります。プロメテウスの目、そして14本の光線、そしてこのトーチがその証拠ということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくと分かります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。
つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し動画で発表したのは私、林博史です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが闘牛の牛だそうです。とんでもない、これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。つまりここに描かれている人物たちはですね、ゲルニカの空爆の下で逃げ惑う人々を描いたものではなくて、つまりは神々の世界を描いたものだということです。順に左からゲルニカを見てみます。延期、つまりプロメテウスです。そしてその下にいるのがマリアとその餌の子供ということになります。そしてその下にいるのが替え玉のイエス・キリストということになります。上に表現されているのがいわゆるフリーメイソンのシンボルマーク、そしてここに描かれているのがあえて言うならばマリアンヌということになります。フランス革命で活躍したマリアンヌです。松明を掲げています。そして右にいるのが、もがき苦しんでいる人間ということになります。この絵の構図はそうなっています。パブロ・ピカソ自身はこんな絵を描きながら、あるいは正確には描かされながら、多くの美術評論家の解釈に対して次のように反論しています。引用 PBS Treasures of the World より、お牛はお牛だ、馬は馬だ、もし私の絵の中のものに何か意味を持たせようとするなら、それは時として正しいかもしれないが、意味を持たせようとするのは私のアイデアではない。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだ。繰り返します。君らが思う考えや
結論は私も考えつくことだが、本能的に、そして無意識に、私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだと。つまりパブロ・ピカソ自身もどうしてこんな絵を描いたのか分かっていなかったということになります。つまりその事実こそがですね、もっと言えばこのピカソ自身の反論そのものがですね、パブロ・ピカソもその絵を誰かによって描かされたという証拠になるのではないでしょうか。 Bye for now.